見事な技で。高津ノート第1回目です。山ん中ですね。私は京都府の北の方ですね。網持ってますけど今日は何しましょう、高崎さん。今日は、昆虫採集ですね。特にあれですよね、セミを探してみようかと。そうですね、セミがね、もう都会ではクマゼミがすごい鳴いてますけど、もうちょっといろいろバリエーションないかなと。やっぱり田舎来て山の中ですから絶対いろいろいますよね。違いますよね、都会とは。いると思うんですがね、なんか今声聞いてるとあまりいろいろいなさそうなんで、無理やりにでも山の奥に入って撮ろうと。ガーン。何ですか、いきなり。少量バッタの、幼虫です。まだちょっとちっちゃいですけど。羽が、幼虫と見分け方は何ですか。どうやったら羽が、ね、はい、まだ全部羽が後ろまで生えてないのはまだ腹出てるでしょう。あ、はいはい、これまだ幼虫ですね。なるほど。まだちょっとちっちゃいです。これもそうです。ほら、あ、お前ここもたくさんいますね。これすごい、のしめトンボです。これ赤トンボの一種です。羽がちょっとね独特なんですよ。これ赤くなりますよ、もうちょっと秋になったら。なるほど、はい、こういう感じでほら羽が綺麗でしょ、うん、はい、あ、飛んできました。さっきからすご技でトンボを取ったり。あ、またトンボですか。これまた普通の違うトンボです。赤トンボですけど、夏アカネか秋アカネかどっちかです。あ、羽が違いますね、はい、ちょっとね。そうですね。お、それはちっちゃい蝶ですか。ジャノメ蝶系ですね。ジャノメ蝶系。ジャノメ蝶系。見えるかな。ちょっと待ってくださいね。ここにもう一匹虫入ってるよ。あ、バッタ出てきました。バッタが顔を出しております。あ、ほんまや。これは何バッタですか。これはね、ちょっとはっきり分かりませんけど、草切りか、はい、草切りの幼虫かなと思います。あ、幼虫の行さん、おんな。うん、おー、なんか可愛らしい。あ、おった。はい。おっと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 、キリギリス系の幼虫です。チョウ。あ、飛んでた。あ、残念でした。逃げられました。まだ過酷な坂道を下っていきますが、これは大丈夫でしょうか。昔はここ階段やったのにな。あ、これちょっと難しいな、位置的に。アブラゼミは羽がね全然透き通ってないセミって珍しいんですよ、世界でも。アブラゼミというのはまあ誇りですわ。アブラゼミが住んでる。あんまりでも近寄りすぎてもどうせ逃げられるやろし。割となんか過酷な位置で虫取り名人がアブラゼミを仕留めようとしています。あー、なんかね、引っかかったまさかの引っかかったあ、取りました。見事です。アブラゼミちゃんです。もうセミ触るのはもうプロですよね、もうね。いや、そんなことない。セミは、ね、ないセミは別に害ないんで。セミどこで鳴いとるんです。腹のとこ動かして。腹です。押すだけですよ、はいはい、ここで鳴いてるんですよ。この胸のとこ、胸のとこですね、はい、ここのね、あ、はい、太鼓みたいな形。はいはい、胸の下のところ、はい、そうですね。もう逃がしてあげるから。はい、なんか響きが珍しいんですけど。おっと、いきなり。これもトンボですか。糸トンボです。糸トンボ、青糸トンボかな。青糸トンボと思いますが、はい、いや、やっぱりちっちゃいですね、はい、どこまでアップで滑れんの、細いですね。細いですね、はい、でも綺麗ですね、やっぱり糸トンボ。あ、尾っぽが青い、かわいいな。あ、漆や、漆触ってかぶれよ子供は真似してはいけません。子供は真似しちゃダメよ。おお、詐欺が、まさかの詐欺が。めっちゃびっくりした。裏銀シジミや。
しじみちゃん、これは難しそうですね、このスピード。あ、いける。あ、見事。これ裏銀しじみ。裏銀しじみ。裏銀。裏銀ですか。銀、銀、裏がね。銀色ですか。銀色なんですよ。いやー、なんかまたすごい。裏がこんな色。あ、もう全然違います、ね。表と茶色と白と、まさに銀色と言われれば銀色が。表は裏は銀ですけど、そうそう、表はこんな、そうですね。これはこっち側で、表側で、であの草木のところに止まられるとわからないですね。そうですね。なるほど。かおちゃんが。これはさっきのやつ。ああ、バッタがようさん。あ、カマキリか。カマキリ。これはカマキリは男の子大好きですよね。ああ、そうですね。カマキリの幼虫。サイズはまだちっちゃい。幼虫は、あ、なんかじっとしてますね。ほんまですね。お、こっち見とるわ。いつでも逃げれるのに。うん、確かに。威嚇してるやつ。そこが気に入った。向こうでミンミン鳴いてましたね、今ね。鳴いてましたね。あ、向こう側ですかね。知らない間に高崎さんが川を渡っていました。日暮らしに対する情熱が半端じゃないですね。おいよ、おい、まさに川口探検隊。もうあんなとこですよ、高崎さんは。無理やりにでも山の奥に入って撮ろうと。ガーン。もうありえないような崖を登って撮ります。ほい。こんな道か。なるほど。さすが。お、米筋や。取れた。これはなかなか取れへんねん、素晴らしい。米筋でしょ。綺麗ですよね。うん、綺麗です。あと1メーターないとかね。あ、風です。あ、取れた、取れたんじゃないですか。塩辛か。塩辛やね。でかいな、これ。塩辛のメス。メス、あの、ちょっと僕あんま詳しいないけどね、はい、大塩辛トンボのメスかもしれない。あ、でかいですもんね。塩辛トンボにメスやが色がね、はい、あの茶色い色な。色が綺麗ですね。なんか、おお、これは昆虫燃えするんちゃいますか、このアップは。これ見てください、このほら、腹動かしてるところなんかを。これ噛まれるんちゃいますか。あ、今この体勢やったら大丈夫です。取れた。あ、取れた。うまい。ダブルキャッチや。あの取り方は子供は真似できんな。それ普通の金分。普通の金分かな。うわー、すごい。めっちゃ元気。あ、でも綺麗な。あ、飛んでってもった。おっと、ミンミンゼミが鳴いているのが。鳴き声のあたりに近づいております。今鳴いてます。これ逃げないですよ。あ、取れた、取れました。格闘中に押さえた。ミンミンで緑色綺麗に出てます。ミンミンゼミゲット。あ、綺麗ですね。お腹はこうです。お腹も、あー、いっぱい動いてますね。ミンミンゼミくん、ありがとう。
お気に入りや、うん、高崎さんの手がお気に入りです。ここあれですよね、わざわざ来たのは珍しい、はい、セミがおるんですよ、ね、そうです珍しいね、ヒメハルゼミという、なかなか色なかなか他ではいないセミがここで、はい、いると思います。今はものすごい日暮らし鳴いてますけど、うまい。コカ・コーラのベンチがところどころに、やっぱりペプシ飲んだからバチ当たったかな。そうですかね、ご神木です。ご神木って感じ、あな、すぐそこで鳴いてますわ、マロコスギ。玉崎さん、この中にいます。ほんまに日暮らし、ほんまに嘘、あの、泣いてるんですよ。ちょっと今聞こえへんけど、どこにおるか見えへんすけどね。すごいこっちゃな、うん、ほら、その辺かな。中に2回泣いて、あ、ブーブー言うてますわ。あれ、日暮らしですよ。日暮らしでしたわ。日暮らしだらけですね。こんな見事に鳴いてるとこがあるんやな。このように日暮らしばっかりが。そうですよね。すごい、こんな初めてよ。こんな鳴きまくってる場所。こんな高崎さんの長い昆虫採集歴でも、そんな大したもんじゃないですけど、こんな身近で日暮らしの声がすごいいい声で聞けるなんてところがあるとは知りませんでした。ちょっと見える、日暮らし帝国、日暮らし帝国、すごいですね。